無料のギフトもありがとう。みなさん。あとありがとう。あとありがとう。あとありがとう。でも、青でも、いろんな色あるよ。夢の人が合う、似合う青も絶対ある。なんか、そう。青が似合う、なんて言うんだろう。いろんな青があるから、絶対大丈夫。どの色も似合うと思うよ。 ハートありがとう。あ、アイスありがとう。あ、猫ちゃんチョコありがとう。あ、ハートありがとう。ハートありがとう。 X のアンケートも迷ってますえー、そんな迷わなくていいよ直感でいいよ直感 <laughs>、うん。ありがとうありがとう。でもみんなさいろんな気持ちでこう投票してくれてすごい嬉しいです。今の私が好きっていう意見でショートヘアを選んだ人もいるしユカルンといえばやっぱりポニーテールっていうね。確かに今まで もうなんか大事な時とか、な,なんだろう、コンサートとか生誕祭とか、まあロングだった時は、ポニーテール率高かったよね。だし、しょ昇格してから、もうなんか毎回のように、ポニーテールしてたね。固定、固定髪型みたいな。<laughs> ね。あとなんかやっぱアイドルラストとして、ポニーテールみたいな意見もあったし。 ハートありがとう。クッキーありがとう。クッキーありがとう。チョコありがとう。ハートありがとう。ハートありがとう。クッキーありがとう。クッキーありがとう。クッキーありがとう。リップは茶系がいいと思う派です。ああ、確かにね。なんかやっぱブラウンだとすごい落ち着いた感じになるよね。私は今ピンクリップなんですけど。まあ、血色感。 よくするために。と、あと自分に合う色を見つけたの。見てほしい。ちょっと。みんなにも見てほしい。あ、すいません。私のね。あ、クッキーありがとう。あ、クッキーありがとう。ハあ,ありがとう。ハあ,ありがとう。五番、ありがとう。のね、 あメールでも送ったかなエトボスっていうあの、敏感肌の方とかにも優しいあの化粧品け、うん、のブ,、うん、ブランドが好きで最近よく使ってます。このリップがめちゃくちゃ私の肌に合う色で可愛い,いの。 結構なんかね、濃いめの色なんだけど、すごいいいピンクの色にしてくれる。あとこのグロスは、期間限定のグロスで、ラメ入りなの。ほら、キラキラしてるでしょラメ入りで、めっちゃプルプルになる。うん。肌に優しい、あの、化粧品ブランドで、 最近、お気に入りです。ハートありがとう、ハートありがとう。コバンありがとう。HP ありがとう。クッキーありがとう。あ、ロケットありがとう。ピンクもかわいすぎる <laughs>。ありがとう。クッキーありがとう、ハートありがとう。かわいいな。えー、ありがとう。名前聞いたことある。そう。ちょっとお高めかもしれないけど、なんか肌にすごい優しくて、なんか、 乾燥もしないし、プルプルのやつだから、マジでおすすめ。クッキーありがとう、クッキーありがとう。リップモンスターまだ使ってるああもらったやつ。<laughs> 家にあるよ。うん。全然使ってますよ。ただ私はもう卒業行為に向けて、 自分の肌質というか肌色とか、なんか、コスメ系にちょっとね、今はちょっと力を入れていて <laughs>、いかに自分が綺麗に見えるかっていう研究をしてます。指自分の肌に合うものを使って探してあ、可愛い,いありがとう。チョコー、ありがとう。 ぬるとそんなに濃く見えないね。かわいい。そうなのだからね、スターって大事です。こうやって手にね、色をつけて。そうなんですよ。なんかめっちゃ紫濃い、濃い赤だなぁ、みたいな思ったんだけど、全然。むしろ、私の唇なんかすっぴん状態だとマジで色がないから、ちょうどいいんだろうね。きっと。アイスクリーム、アイスありがとう。 猫ちゃんチョコありがとう。あとありがとう。ゆかるんの化粧水といえばアルビオン。いや、当たり前です。当たり前です。昨日買いましたもん。あの、ある、え、アルビオンの、あの、えっと、アルビオンの、アルビオンと、アルビオンと、イグニス使ってる。 昨日、イグニスの、イグニスイオの洗顔買いました。あれ、ガチで肌荒れしないから、おすすめ。化粧水と乳液はもう、アルビオン。でも、たまに違うものを使ってる。夜はこのコスメ、夜はこの何、何化粧水乳液、朝はこれ。メイクするときはこの化粧水みたいな。なんか、やっぱ、 あのね、化粧水によって全然なんかそのしっとり具合とかが全然違くて、あのお風呂上がりとかはルビアンだけどその、メイク前はちょっとさっぱりしたものを使ったりとか、そう、朝,朝メイクするときとかって、結構べたべたしっとり系のやつを使っちゃうと、メイクノリが悪くなっちゃうので、私はね、だから結構さっぱりしたものを使っ いろいろこだわりを話してます。あ、ロケットありがとう。あとありがとう。クッキーありがとう。卒業公演すっぴんじゃないの <laughs> 違うよ。あ、バラ。ありがとう。アイシャドウも。あ、そう。ピンクピンクで。 かわいいでしょ。ピンクピンク。えー、クッキーありがとう。何を送れば喜ぶのかわかんないや。えっと、コスメこういうリップ系だとピンクピンク。もうマジでピンク。オレンジとかじゃなくてピンク。<laughs> もうピンクでもいろんな色があるから、なんでも嬉しい。オレンジも嬉しいよ。なんかオレンジをつけたら、 結構大人っぽくなる気がする。なんか落ち着いた感じ。あとブラウンとかさ。うん。あ、もう、てか、何を送ればいいのかわかんないやっていう。もう、あれだったら、店員さんに、い一番このお店で、この、何ここで売れてるものとか、一番人気の商品なんですかとか。 おすすめは何ですかとか、プレゼントであげたいんですけど、どんなものをあげたら喜ばれますか喜びますかもう聞いたらいいんじゃないかな。それが私の写真を見せる <laughs>。怖い子なんですけど。そう、でも私の肌はピンク、ピンク、ピンク系のものが。うん。そうだね。使いやすい。 クッキーありがとうハートありがとうクッキーありがとうハートありがとう、うん、意識高いんだねうんやっぱ見える見えるとこだから顔って一番ね見られるしあといろんな人から肌は肌綺麗だねってすごい褒めてもらえることが多いのでやっぱそういうこと言われるともっとなんかケアしていきたいというか まあそんななんかそのエステ行くとかはしないんだけど、なんか自分にできる努力 <laughs> みたいな <laughs>。うん。まあ、ちゃんと日々毎日ケアしたいなぁと思ってますね。はい。あとありがとう、あとありがとう。クッキーありがとう。あ、えぇ、ー、チョコありがとう。クッキーありがとう。 なんかロールケーキみたいなのありがとう。あとありがとう。ロケットありがとう。大好きありがとうあとありがとう。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 店員さんに一番お高いものどれですかって聞くのがいいのかなわら。<laughs> いや、もうね、一番。 売れてる商品買えばみんな多分知ってるから <laughs> 多分喜ぶと思うよ <laughs> うんデパコスとかさいっぱいさ置いてるじゃんデパコスに限っての話ではないんですけどとりあえずやっぱ一番売れてる商品はみんなやっぱ買うことが多いしなんか、うん、使ってる人も多いと思うから そううやって買,う買うのもありだよね洋服とかもさあのマネキン買いとかすれば意外とできると思います。<laughs> ヘイさんもブルーベイエーベすごい見てくれるから聞くのが一番。確かにもう勇気を振り絞って聞く。<laughs> どういうご関係ですかって言われたら。あ、友達です。<laughs> 友達です私友達みんなの友達てかみんなの家族みんなみんなが家族 <laughs> あはハートありがとうえー、っと面しいフラえっとねどこで買ったっけえっとね薬局のやつ薬局で買ったやつ使ってる あ、クッキーありがとうめっちゃいっぱいありがとう、クッキー。クッキー、ありがとう普通 <laughs> する前のタイイミングでメイクとかしてくれた助かります <laughs> えするねする。あとありがとう。いわゆる10代の頃から洗顔とかをしっかりしてたの肌きれい。いや、多分いや、いい洗顔は確かに自分の中で見つけました。 うん、あとはんだろう。洗顔ちゃんとやってたけど、あの、日焼け対策とか全くしてなかったんで、シミとかは出てきましたね。悲しい。<laughs> シミ取りとか本当はしたいですけど、してません。<laughs> でも、 いつかしたい。してみたい。あ、バラありがとう、バラありがとう。結婚して、ありがとう。クッキーありがとう。ハートありがとう、ハートありがとう。前に、大谷しーちゃんの写真を店員さんに見せたら、彼女ですかって聞かれた。焦りました。あ彼氏に見えたらじゃないですか。<laughs> でもさ、すごいね。なんか店員さんに、彼女ですかって聞く。 聞くんだ。すごい。そんなことあるの。すごいね。いや、でも彼氏に見えたんじゃないですか。わかんないどうなんだろう。<laughs> 彼女ですってもう、どうやって。<laughs> クッキーありがとう。ハートありがとう。あありがとう。チョコありがとう。あとありがとう。5番、ありがとう。三越にいたらいいですかあの私、私あの、なんだっけ。 三越でで買いい物したことないですよ正直あの時いべの時にファッションショーみたいなのをやったんですよ自分で全身コーデみたいなでなんかルーレット回していくら分のものを、まあ、好きな場所もいろんな場所で自分で決めて洋服を買ってコーディネートするっていうのがあったんですけどその中でねそうあの三越に行こうって言われて 行ったんですけどガチで一度も買い物したことなくってなんかあの V とか撮ったんですよいろいろ買ってる様子買う前の様子とかお店の前で撮影したりしたんですけどそのその V ではよく行きますとかまあ、フリですよねフリフリ動画みたいな <laughs> 伏線みたいな <laughs> い。わかんないけど、そう、そのそういう動画をね、あの、動画内で言ったんですけど。あれは、あのー、あの、本当のことじゃないです。三越で買い物なんてしたことないです。はい。あ、空気ありがとう、空気ありがとう。空気ありがとう。 マネキン街一番勇気必要私マネキン街よくするよ <laughs> にゃーん。それこそ、原宿のアットコスメだと、分野ごとに、ランキングのコーナーあるから参考になるかも。確かにファンの皆さん、もしも私にコスメを送りたいプレゼントしたいっていう方はぜひアットコスメ。そう、アットコスメだあ、やっぱ女の子ってすごい すごい私もそうだアートコスメよく売ってますよ。確かに。マジでいろんなジャンルのなんだろう。分かりやすく置いてるもんね。ランキングコーナーみたいな。今売れてる何だろう。ヘアケア商品とか売ってるよね。確かに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 。メイク用品とか確かに確かに確かに。 ランキング1位のものを買い揃えたものとか <laughs>。なんかすごい今日なんか、プレゼント欲しいみたいな感じに思われてるかも。あ、クッキーありがとう。クッキーありがとう。あとありがとう。あ、チョコありがとう。シミあるのえ、めっちゃあるよ。めっちゃっていうか、もうん。ここらん こ,こと、こと、ここにある。はい。そういえば、目の下のクマとか全然ないよね。えー、ガチであるんだよ。ガチであるけど、いろいろケアしてます。うん。肌、ま、が切れすぎて、シミなんて1ミリもなそうな。えー、全然あります。本当にある。もう、あるんだよ。あるんだって。 ガチでもうね、みん、もうね、日焼け止め塗らない時代をちょっともう本当に、後悔してる。なんかさ、その20代前半とかはもうここだけだったんだけど、最近になって急に、なんかここら辺もで、で、で、が出てきて、うわーと思って、早く出てこいって思いましたよ。てかもう出てこないでって思ったし。 なんでと思って。今ちゃんとケアしてるよ。でもさ、出てく、遅いよ、シミは、本当に。クッキーありがとう、クッキーありがとう。あんたありがとう。あんたありがとう、あんありがとう。あ、音符ありがとう。かわいいね、アイカ。あんたありがとう、あんありがとう。クッキー、ありがとう。 ウありがとう。あの時の衣装素敵でした。あ、時梅ねあれ私結構コーディネート良かったと思うんだけど。惜しくも2位でした。あ、2位。2位だったらしいです。ふうきありがとう。あ、花束ありがとう。あ、ありがとう。とありがとう。 男性はデパコスは行けてもアットコスメストアは厳しいぜ。え、そうなのええ、どうなんだろうでもさ、原宿のアットコスメは、マジで広くて、普通に男性も見かけるよあ、いや別になんか、え、でも一回見てほしい。あの、あの、何でも今はさ、本当にでも、男性でも普通にスキンケアとかさ、すごいやっぱ、 何使ったりとかさ日々の何ケアとかさやる人も多いじゃん分かんないけどあとヘアケア商品とかもすごいあのいいもんが置いてあるんですよあとコスメだからんねおすすめだよあクッキーありがとうあとありがとう 見せなくても大丈夫、シミ。<laughs> ク器キありがとう。あ、音符あ,ありがとう。クチョコありがとう。ク器キありがとう。ハートありがとう。HP ありがとう。 眼鏡のパーカー配信ですなそうそうそうやっと追いついたコメントおなかすいたな うん、クッキーありがとう。<laughs> そう、話すとね、コメントを追いつけなくなっちゃう。ご飯まだなのまだです。またありがとう。てか、卒業公演まであと何日 ?10 日 ねえ。早いよー。ぐるぐる。ぐる,ぐる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 。そういえば昨日 w e ーバ r s でめっちゃ私、めっちゃ私いろんな画像とか動画とか載したんだけどさ、みんななんかさ、もう更新できるタイミングを失って。わかんない <laughs>。失ってさ、マジで見てる人数人説。私の w e ーバ r s 私の w e ーバ r s 見てる人どれくらいいるのかわかんないけど。 反応してくれる人が10人くらいしかいない <laughs>。前まで見ていた人いた、なんかユーザーっていうか名前さ、もう、いや人数とか知らないけど、更新するみんななんかもうさ、今日で最後なんです。みたいなメッセージがね、最近増えてきて。あ、ウッキーありがとう。ウィバースのそう、更新。 なんか DM のき期限が切れちゃった方が結構いてなんかそうねそうなんですよ見れないなんかねそうなんですかわいいパーカー嬉しいえっとねトミトミ トミー。でもこれどうい、どれ買ったんだでもトミーでもトミー。<laughs> <ト>ミー <laughs> あ、かまちゃん、ありがとう。私のための救出ですな。<laughs> てか、私の DM のさ、期限さ、早まったよね。なんでてっき自動更新才能かと思ってた。ね。 動画含め36枚。36枚も昨日送ってたの。めっちゃなんか3十ぐらいに送ってたの。<laughs> <laughs> でも多分。やっぱ五、5、う、あ、ん、終わったら七五五ちょっとやるよ。ありがとう。29日から24日に変更されたね。みんな怒っていいよ。なんで もっつみたいもっとゆぐるんメッセージをって。ドキありがとう。ドキありがとう。あ地球の熊ちゃんありがとう。まあ今はあの、ビーバスやってるんで、ちょっと7号号はできないんですけど。うん こちらの階のくじ引きのも画像ないし、私画像いないのやっぱり時代は755だよーってきてるごめ <laughs> んト。クッキーありがとう、クッキーありがとう。あ、誰もありがとう。かわいい、ありがとう。でもさ、23日卒業公演するじゃん。でも3月2日の握手会で私は最後だからね。本当に。 <laughs> 本当に <laughs> あっ誰もありがとう仏のゆかるんも怒りましたかまあまあ怒るときは怒るも <laughs> ちゃん怒ってないけどと <laughs> きありがとうなんか最初に知らせてるさその29日から24日に変更しかも早まるっていうのはちょっとどうかなと思いましたよくま、ね、ちゃん、えー、の私のギフトありがとうアース いやー、なのは見てんのあ、昨日見たよビーバ e r の DM 期限切れちゃった人がコメントしてくれてる。<laughs> <laughs> ありがとう、おはようコメント。見てるか見てるよ。ちょっと反応は今できないんですけど、見てるよ。あの登録するよ。えー、登録しといて。確かにもろもろ3月2日までにしてほしいよね。確かに。何がいけないの メールも、このショールームも、23日、24日で終わりじゃなかったっけ <laughs> ええー？何しよう何して過ごそう私。事務所経由なんか、あの、脱ぎないか聞いてみます。ありがとう、ありがとう、ありがとう。 いやでもファンクラブは作るりたいよ。<laughs> <laughs> そういう人は dh からグッズ売り上ふふ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 ふわかんない。ふキーありがとう。うん、あ、えっ、ー、とふふちゃんありがとうふふふふアふふふふふふありがとうガチ可愛い,い <laughs> あ、もう十時じゃん。あ、くまちゃん、アースありがとう。今日のメル面白かったです。調べてみた自分はどのあれだったか。あ、クッキーありがとう。 プラのフェスは何選ぶホイップうん、ホイップにした。うん。あのー、その、戦うときにさ、その何、インクの色が多分絶対かわいいじゃん。インクの色、まあ、ホイップも好きだし、インクの色的になんか楽しそうだなぁと思って、ホイップにしました。クッキーありがとう。クッキーありがとう。 卒業後にトークフォードを楽しみだけき直接会えるイベントないのあ、でもやりたいねとは話したので多分やると思います。<laughs> よきありがとう。<laughs> 超頑固な星山だった。<laughs> でもガチで笑当たりすぎてびっくりしたよ <laughs> ね。ね。私たぶん次四月のアサルトリリィーのライブ生演奏。 バンドライブですよね。卒業後は多分。その間にイベントとかトークポーツとか、マジでいっぱいやろうかなと思います。あっ、クキーありがとう。春菜さんみたいなに、に毎月何かイベントあると美味しいな。あ、確かになんか会場であれでしょなんか、やるやつでしょ。私もあれやりたいなーみたいな。 社長さんに聞かれたんですよ。卒業後、るなさんみたいなそういうイベントファンの人、月1でそう、会うイベントどうって言われて。え、やりたいです <laughs> お願いはしと、しました。 ありがとうあ,あこちらこそありがとうぜひ行きたいです待ってるよ飲み会したいですね飲み会したいですねやりねしたいね毎月じゃなくてもいいかなんか。 ね、なんかしたい <laughs>。なんかしたいですね、毎月。今までできなかったこと、どんどんやっていきましょう。うん。あと、自分で、自分でやりたいことをやっていきます。頑張る。あ、クキありがとう。ラーメンを不快しない。え、めちゃくちゃ楽しそう。 何ラーメンとか私秒で食べ終わっちゃうけど。<laughs> 大盛りにしちゃう。ポテトパーティーとかやりたい。いろんなポテト食べる会。<laughs> 私がポテトあげてみんなに提供する。<laughs> あ、クッキーありがとう。ハートありがとう。ゲーム大会やね。漢字ドリル。ディナーショーね。ディナーショーやりたいわ。 ハートありがとう。ハピネスつけ麺。懐かしいカフェのさ、うん、ハピネスつけ麺、私めっちゃ食べてたよ。懐かしい。クッキー、ありがとう。ハートありがとう。オフ会を秒で終わらせないで <laughs>。まあでもね、ラーメンもね、あれですよ。麺が伸びちゃうから。 もう私、もう、いただきますしたら、無言で食べるタイプだから、タイプなんですよ。友達とか家族とか、ご飯行ったとして、もう、マジで、いただきますしたら、無言で食べて、表情で、美味しい、会話しない。基本。みんなそうじゃない違う誰もありがとう、誰もありがとう。どうぞ。あ、おい。 美味しいね。美味しい。これめっちゃ美味しい。食べてみねえとか言って。<laughs> あの、本当そうですよ。そんなもんですよ。楽屋の、楽屋とかでお弁当を食べるときも、私はもう、無言ですよ。無言でお弁当食べてる。美味しすぎて。染みるんですよ。本当に。うんうん。ペコペコの中に、お弁当が染みるんです。美味しいんですよ。しかも、 駅ビの劇場はね電子レンジがあってお弁当を温めて温かい状態で食べれるのでそれはまたありがたくて楽しかったな美味しかった楽しかったって何人も言ったんだ美味しかったな一段向きだねあーなんか一段行きたくなってきた 本当ありがとう。箸なくて泣いちゃうくらいだもんな。ねやめてもう恥ずかしい、あの時の。違う、でもあの時は本当にガチで、ガチで、本当にお腹すいつたの。お腹すいてて、あの、レッスン上でさ、配信してたんだっけ。で、公演は、公演後だっけショーームのイベントやってたんだよね、あの時。で、なんか。 お弁当もらってきたよ。って,って今から食べるねー。よーし。いただきます。あれ箸がない。どうしよう箸がない。<laughs> めっちゃないてたよね。もうあれは、もうなんか自分に対しての、てかもう、もう、何も考えたくないっていう。あ、ありがとう。しかもそう、配信でさ、 みんなとさ、競い合ってる、なんかこの何、何っていう、その、なんていうんだろう。日々の、なんかそういうプレッシャーとかもあったし、お腹空いてるし、もうね、もういろいろな、いろんなことが重なって、積み重なって、泣いてたわ。公演後さ、 体がちょっと重い中さ、箸を探しに行かなくてはいけないという, <laughs> うん。価値面白いよね。振り返えると。チョコ、ありがとう。かわいい。ありがとう。その動画の切り抜き持って、えー ンすごいじゃん。はず。<laughs> いや、地獄だったな、次、ほんとにもご飯が大好きなんですって言いながら泣いてた。<laughs> いや、まあ、めっちゃ面白いね。アイドル、大変。心が張り詰めてたよね。うん。もう、だからね。 あんまり競い合うことはやりたくないです。<laughs> ちょっとありがとう。楽しかったけどね。なんか、そうね。結構ハードだったね。なんか。二階公演とかだったっけ一階公演だっけな,、うん、なんか忙しかったんだよね。気持ち的にも。お箸の大切さがわかりました。いや、そうだよ。いや、マジでお箸忘れたらもう食べれないからね。 あれ見てから職場に割り箸セットを置くようにした。えねえマジで私の影響受けすぎる <laughs>。でもよかったよ。うん、みんながね、そういうことにならなければいいよ。うん。あれから必ず箸があるか確かめてます <laughs>。本当ねはい、ちょっと。よかったかな、あの配信やって <laughs>。あの配信の私にじゃあ感謝、感謝してコメントを食べてください <laughs>。 <laughs> あラブレッターありがとうユカラアイスのみ I love you だあああありがとうみんなの感想 <laughs> い,い,い,、ね、いいんですいいんです今につながってますみたいなコメント <laughs> バラありがとうバラありがとう,がとうよカらのおかげで今あもう僕は生きてます 割り箸があるおかげ。あ割り箸。ちゃんとね。忘れないように。ハートありがとう。バラありがとう。I love you. ありがとう。I love you. ありがとう。ハートありがとう。頑張ってください。ありがとう。これからは目を持っててください。ずっと、嬉しいです。 あ、ハートありがとう。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 マイハシ持ってないよ。 あの、持ち歩く用のお箸だよね。持ってない。うん。初めて見ましたかわいい。ありがとう。あ、チョコありがとう。あ、ペンライトありがとう。かわいい色だ。箸プレゼントで送ったぞ。 いや、多分、家のお箸として使われてる。だとしたら。私、だって、持ち歩くことないもん、お箸。ごめんだけど。<laughs> あ,ありがとう。アイラブユーありがとう。音符ありがとう。箸プレゼントします。えー、多分、家用になる。普通に。なるほど。 みんなだったらどうぞ、どう前、前橋持ってくはずありがとう。卒業会に行きたかったよ。遠方くなくなって,て残念でしえ、そうなのえあ、あると思、思ってえ、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 いつからなくなっちゃったのクッありがとう。 誰もありがとうもうないのあれ前まであったよねなかったっけなかったっけずいぶん前からないそうなんだええー。コロナからなくなったえー、そうなんだ じゃあもう久しぶりにというか卒業公演のために応募するのを待っててくれたのかなんあ猫、ね、ちゃんチョコありがとう女性限定深ねえそうだよねえー とかかはできるのそういうのって分かんない私応募のシステムが全く分からなくて本当に申し訳ないんですけどあっだるまありがとうシールドありがとうねえなんかねえ復活してほしいねそれはちょっと悲しい お腹すいた。お腹すいた。アイスありがとう。ちゃえば昨日メロンアイスを買いました。以上です。 まあ、ダメでこようかな。左右で我慢、ま。そういえば私ね、いつも必ず続けてることがあったわ。朝起きて必ず左右を飲む。うん。これはずっと続けてる。結構もう。 だから私冷え性だから結構そのそうなんですよね体が何体の中っていうのかな体内 <laughs> 温まんないからさそう作用飲んでます 梅干しし入れるのも美味いいよえ、ね、梅干し食べたいなんか梅干し専門店の梅干し食べたい私梅干し好きなんだよねみんなに話したことないかもしれないけど私梅干し好きなんです今あのじゃがりこの期間限定で梅梅味が発売されててそれも買いましたしあとはちみつの梅とか好き だしあとコンビニとかで100円で一粒もう梅干し粒売られてる一個売られてるやつだけを買ったりするよああいうパックじゃなくて100円一個100円みたいなガチで結構私梅干し好きなんだよねなんか疲れが取れる味してるもん <laughs> じゃがりこ食べた美味しかね美味しいよねそうなんかちょっとご褒美感覚で 100円の梅干し買ってるよ。片揚げポテトの梅味は毎年箱で買ってます。ええ美味しそう今持ってんのかなええー、美味しいね。あとはあれだよ。私、梅酒とかも好きです。 てかさっきさ、なんか梅干しの専門店どこにどこにあるよみたいなコメント見つけたんだけど。どうだスカイツリーえスカイツリーに梅干し専門店があるのあー、ありがとう。行こうかな。行ってみたい。でも爆買いしそう。梅干し。空町えー、行こうかな。 空町ええー、行こうかなー事務所の近くじゃないあ、多分そうだ、そうだよね。星銀座にもあるの。ええー、ええー、行ってみたい。なんか気になる。絶対美味しいじゃんっていう。ええー、やば。 ってみようかなどれぐらいのお値段するんだろう, <laughs> うわあ気になる和歌山行こうえー、和歌山梅干しのなんかあれなの 全然詳しくなくてごめん三越にもあるよ知らんけどええー、知らないのに教えてくれるの <laughs> 何一粒300円くらいだったええー、すごいなんかリ,リッチだねうわーどれぐらいのえめっちゃでかいみたいな300円 <laughs> 嘘ですええー、そうなの え、<laughs> でも絶対美味しいんだろうな。猫ちゃんチョコありがとう。あと私さ、あの、スパイマンとか好き。スパイマン。あと、梅干しのシートとか、梅干しのお菓子とかも普通にめっちゃ好き。 今ちょっと喋った有楽町にも梅干しの専門店あるみたい。えー、わあ最高だね。えー、なんかさ、専門店の梅干しを知りたい。うん。私が知ってる梅干しは、もうね、どれも美味しいんだけど、なんかそういう専門の梅干しみたいなの食べたことないから、専門のっていう <laughs> うんちょっとお高めの。 ええー。毎年集まってて、鎌倉行くと行きつけなくちゃ。えぇ、ー、鎌倉いいね絶対美味しいじゃん。<laughs> 空橋のポケモンセンターの近くにありますよ一回行ったことあるな、ポケモンセンター。あ、でも、わかりやすいね。行こうかな。 いいの炊きたてのさ白米にさご飯にさ梅干しのせいで食べたい。 ガチ無言になる、美味しすぎて幸せで、うん。他のことよりも自分のもうあなんかモテクイーンにちょっとランキングランク上がってる。 ありがとう嬉しい <laughs> でもみんなのアンバーワンだから <laughs> でも嬉しいバレンタインのさギフトがかねめっちゃ可愛いしみんなにモテてればもうそれだけで嬉しい 無言で白米、梅干し食べる動画とかバズりそう。本当にじゃやってみるよ <laughs>。やってみるよ。やってみる。でもみんながそういうね、ネタを提供してくれるんなら <laughs>、全然やります。自分企画力ないんで、そんな、そこまで。ハートありがとう。トキありがとう。ハートありがとう。 私結構食べる系の動画も好き ASMR というか自分がなんかすごい美味しそうなご飯食べてる動画結構見ちゃうでも私がきっと撮る動画はカメラ1台でカメラ1台でずっと画角変わらない動画になっちゃいそうだけど あクッキーありがとう。ね。ちょっと炙って焼き梅干し。え焼き梅干しめっちゃ美味しそう。 うわぁ、やばいお腹すいてきた。やばいね。最高だね。ガイちゃん美味しそうに食べるんだよな。よく人に言われる。顔に出ちゃう。自分って思ったことが顔に出るタイプだから。<laughs> ガチで美味しいべ物はもう。 ハートありがとうハートありがとう。とう <laughs> ピンクルージュあいや嬉しい。似合ってる。 あとなんか魚をさばく動画とかもめっちゃ見ちゃう自分にはできないから海鮮系の動画みたいな海鮮なんか魚をさばいたりねああいう動画を見ちゃうでも一番見てるのはやっぱゲーム実況動画かな 流し見できるしうんあとその動画の長さも1時間とか普通にあるからね技術的なのは見ちゃうな確かにねそうなんだよねイベントで解体ショーやってほしい魚の できないんですけど、何も知らない、ガチであの、本当にもうマジでマジで詳しい人を横に置いて、横に置いてっていうか <laughs>、あのー、ね、あのー、手伝いで来てほしいぐらいです。マジで。本当あ,ありがとう。あ、バラありがとう。HP ありがとう。 海ゆ大賞、私がやっちゃうのやばいね。たこ焼き賞でもええんやで。確かにたこ焼き賞ならマジ余裕です。待って、たこ焼きの基地を。ぐるぐるぐるーたこ焼きたたこ焼きポぽいんぽいぽいって入れて、具材もキャラバラってやって、生地、バラーって入れれば、まずはもうよく焼けるまでコロ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 ,ゴロってやって、完成。 昔さ、たまごっちのさ、DS? やっあの、プチプチお店っちだっけどのシリーズかちょっと忘れちゃったんだけど、たまごっちのゲームやってたの。で、たまごっちのそのお店やるのね。たこ焼きのお店楽しかった。しかもなんかこの生地を注ぐ時とかさ、うんみたいな。<laughs> めっちゃ似てない私私。たまごっちのゲームやってた人いる あと、ありがとう。あのね、可愛い,いの、音声が。効果音みたいな。何もうなんかすごいな、ね。はぶ、あ、なんか歯があ、なんで、ね、歯医者さんとかもあったの。ゴシゴシ、ゴシゴシ、みたいな効果音マジで、ね、可愛くて、大好きでした。プチプチお店っちかな確かそんな感じ。あの、効果音可愛いいの。 あ、ええー、あ、ハートありがとう。あの、真似できてます。私真似できてます。もしもし、もしもし,もし、みたいな。<laughs> ハートありがとう、ハートありがとう。たまごっち。あの、世代ですね。めちゃ熱つと。 なんか癖になるのよあの効果音みたいな <laughs> 本当に可愛いんですよあ,ありがとうあ,とありがとうプチプチお店ちょっちとあともう一個あったんだよねも,もう何種類かあったはず3つぐらい出てたよねそうお店大きくするんよね でもあれは本当に神ゲームだよね。うん、ちょっもあ、ロケットありがとう。あ、クキありがとう。クキありがとう。クキありがとう。あとなんだっけなんか思い出せないけど。花屋さんとかもやってたな。 歯医者さんでさ虫歯取るとさバイキンマンみたいな <laughs> あなんかバイキンがさ動く動きもあるのよ口の中たまごちのそれがめっちゃ面白かったでピンセットでつまんで捨てるのゴミ箱に <laughs> あラブレターアイラブユーありがとうありがとうハート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 ありがとう アイスありがとうかわいいありがとう可愛いことなの。つまんで捨てるんかそう。うん。<laughs> うん、そうなんです。たまごっちがめちゃくちゃ大きい口開けて、こう、まあね、歯の中を口の中を見せてくれて。たまに虫歯のことかもいて。 治療してあげるともう痛くて泣いちゃってる子もいたりとかね薬で治療してあげてで,でもやっぱバイキンが出てくるとね <laughs> めちゃくちゃ移動して静のバイキンがうん <laughs> みたいな感じで <laughs> ああみたいなんか <laughs> めちゃくちゃバイキンが動き回っててそれをピンセットかなんかで取ってすごいま箱にしてるガ <laughs> ッキーありがとう音符ありがとう うん、そうめちゃくちゃ楽しかった、あのゲーム。みんなにもやってほしいもん。今度の配信でやってほしい。でねえ、やりたいわ。DS のゲームできるかちょっとわかんないけど。お願いしてみますね。あ,ありがとう。 めちゃくちゃやってた記憶。ねえ。そうだよね。よからんなに。<laughs> ちょっと、よがるんさん、いろんな動画できそうじゃない。なに、たまのものまねみたいな <laughs>。プチプチお店、プチプチ、プチプチ、なんだっけど、ねも、お店、お店のやつ。バージョン。 新しいゲームもいいけど、古いゲームもいいなぁ。そうなんですよ。やっぱりね。あの、DS もめっちゃくちゃ楽しいやもう。めっちゃ遊んでたし。ゲームキューブとかもやってたし、ログもやってたし、スーファミもやってたし。もういろんな時代起きてきました。<laughs> いろんな時代のゲームやってきましたもん。Wii、Wii U もやったし。うん。まあ、今はね、もうスイッチしかやってないけど、 ちでは自分が生まれる前のゲームやったりするしね全然ゲームボー確かにエアライドやりたいわかるーエアライドいいよねポケモンは何の世代えっクリスタルとかうん でもお兄ちゃんは初期からもポケモンやってて。で、私はクリスタルバージョンスイんをハイパーボールで一発で捕まえた。攻撃しないで。 いやでもやっぱなにそれは強運すごい <laughs> でしょすごかったのよ学校から帰ってきて学校かな夕方そうやってたのよ覚えたりまでもなんかよくさポケモンを弱らせてもあのボールを投げるっていうのがあれじゃん ポケモン捕まえるにあたってでも私は、あえて攻撃の時間を、もうゼロにして <laughs>、もうボールをすぐ投げてた。私のポケモンルール。29日の FF7 買うのかなえ追加コンテンツえ買いたい !29 日もうすぐじゃん。 お腹空いたので、やめます、配信。あ、終わりにしまーす。<laughs> 皆さん、ありがとうございます。あ、新作ええ買いたーい。買いたい。でもその前に配信終わる、ね。<laughs> 皆さん。 ありがとうございました。ご飯食べてきます。あクッキーありがとう。それでは、またね、いっぱいお話できましたね、今日も。ありがとう。楽しかったです。コメントとギフトありがとうございました。あー、ミラモールありがとう。ありがとう、ありがとう。 楽しかったです。またね。バイバイ。あー、ペンライトありがとう。あ、ペンライト。い,いありがとう。またねー。おやすみなさーい。バイバーイ。ハートありがとう。